世界中の男たちの視線を独占した元女優、今はちょっとこぶつき。そして推理小説家工藤優作の最愛のワイフ。奥さん、こんな時間に呼び出してすいません。また逃げ出したそうですね。はい、我々がちょっと目を離している隙に。ん？まあ、私たちの知らない間に下の部屋を取ってまして、まんまとやられました。それで奥さんに来ていただいたのは、先生から奥さん宛てのメッセージが残ってまして。メッセージ？これです。愛するユキコへ、このテープの指示に従ってくれ。夜空に飛び立つ10個の惑星を背に、その惑星の下で君を待つ。これだけですか？はい、あとは何も録音されてません。裏表5人で終わりまで聞きましたので間違いありません。すみません、もう一度お願いします。はい。愛するユキコへ、このテープの指示に従ってくれ。夜空に飛び立つ10個の惑星を背に、その惑星の下で君を待つ。奥さん、夜空に飛び立つ10個の惑星ってどういう意味ですか？さあ教えてください。夫婦だけに分かる暗号なんでしょう。そう言われてもね、しんちゃん。なあに？テープが欲しいの？いいですか？どうぞ。しかし困った。先生の原稿、明日の朝が締め切りなんです。うちだってそうです。うちもです。一刻も早く先生を見つけて原稿を書いてもらわないと。僕たち全員クビですよ。惑星って英語でプラネットですよね。もしかしてプラネタリウムのことじゃないかしら。私たち結婚前によく隠れてデートしてたんです。惑星が夜空に飛び立つような投影ですか？そういうのはやってませんが。そうですか。もしかしたら飛び立つじゃなくて輝くの間違いじゃないか？とにかく中を調べさせてください。あ、他のお客様のご迷惑にならないようお願いします。しんちゃん。あ、どうしたの、しんちゃん？太陽の周りを回る9個の惑星、この写真が気に入ったの？え？ 9 個？水、金、地、火、木、
ドッテン解明。あらやだ、惑星って9つじゃない。ダメです、ここにはいません。ねえ、夫が言った惑星の数1つ多いんだけど。え、8、9。本当だ、どういうことだ。1つ多い、1つ減らせって意味かしら。プレイン、飛行機、夜空に飛び立つ飛行機。飛行場だ。え、ボールペンが欲しいの？はい、はい、まさかね。どこだ先生は。夜空に飛び立つ飛行機を背にしているはずなんだが。おい、その惑星の下で君を待つって、もしかしたらもう飛行機に乗っているんじゃないのか。大変だ、とにかく手分けして探そう。ほんと人騒がせのお父さんね。何やってるのしんちゃん。あ、ダメよしんちゃん。264D、 何かしらこれ。まさか26ページの D の4、京浜島翼公園。その惑星の下で やっと来たな、ユキコ。おう、こんなところで油売ってていいの？みんな必死になって探してるのよ。誰が油売ってるって？原稿ならもう全部できてるんだ。え？だったら。あいつらみんな太り気味だからな、少し運動させた方がいいんだ。優作ったら。しかし、人気作家になったのはいいが、こう仕事に追われるんじゃかなわんな。いっそ、3人で LA でも行くか。ねえ、もしかしたらしんちゃん、あなたより有名になるかもよ。子役にでもするのか。さあ、ねえしんちゃん。私の名前は工藤由紀子。かつて世界中の男たちの視線を独占した元女優、推理小説家工藤優作の最愛のワイフ、そして未来の高校生探偵工藤新一の母である。